救いはありません。あなた以外に希望はありません。あなた以外に私たちを幸せにしてくださる根源なるお方はいません。今日私たちが今イエス・キリストへの感謝と賛美の思いをあなたに向ける人々となっているこの礼拝の時を心から感謝いたします。集まりました。暑い一日でしたけれども、どうぞ私たちの健康を回復させてくださり、この時間をかけがえのない永遠の一コマ、そして私たちが神様と出会う素晴らしい最高の時間として祝福してくださいますように心からお願いいたします。この場所に働く悪魔の力を今イエス様の皆で縛り上げ追放します。一人一人が御言葉に聞き、また減り下って聖霊を受ける、そしてあなたを礼拝する、そのことを妨げる力が粉砕されません。そしてあなたへの礼拝を祝してくださいますよ。イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。先ほどお昼だったような気がするんですが、あっという間に夕方になり、そしてこんばんはという挨拶の時間になりました。この時間夕方17時ですから、こんにちはではないですよね。日本ではおはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、いろいろですね、時間によって、使い分け、何時から何時が、おはようございますのか、まあ、これはですね、なんかこう、定義があるっていうよりも、何かこう空気で、体で、覚えていくような、そういう世界のような気がします。日本に住んでいて、そしてここで生きている人はですね、分かるわけですね。でも外国の人が来て、それを教えてください。何時から何時ではこうしたらいいんですか。まあ、ある人はですね、挨拶をするときに頭を下げる。で、まあ、向こうが下げてて、こっちも下げる。で、ちらっと見ると向こうはまだ下がっている。相手より先に上げちゃまずいな。分からないんです。数えたっていうんですね。1、2、3、4、5秒ぐらいかな。でも人によってそれも違いますからね。そういうこともですね、やっぱり体で覚えていく世界なのかなっていうような気がします。そして神様を礼拝するっていうのもやっぱり、何かこう頭では分かる、理屈では分かる、でも私たちが神を礼拝するっていうのは体で覚える世界なのかなって気がします。礼拝っていうのはワーシップって言いますね。価値を与える、つまり神様だけに最高の称賛を与える、そして自分を引き下げていく、ひざまずかせていく、そして神様を高く上げていく、人間を引き下げていく、神を高く上げていく、人間を引き下げていく、そういうですね、時間なんですね。偶像礼拝、モーセの十戒第二番目にあります。神以外のものを神としてはいけない。だから礼拝の場で神様以外を称えてしまってはいけない。有名なですね、ある神学者がこう言いました。私たちは礼拝を礼拝しません。私たちは神のみを礼拝します。だからこれの意味わかるでしょうか。素晴らしい説教者がいる。うっとりするような賛美を歌ってくれる。そして素晴らしい聖人がいる。それを礼拝しちゃう場合があるんですよ。感動的なプログラム、感動的な雰囲気、そこに酔いしれてしまって、そこを礼拝してしまうことになる。じゃあこれはですね、間違った礼拝です。雰囲気が良かろうと悪かろうと、人数が多かろうと少なかろうと、私たちの心がただイエスだけを見て、イエスだけを高くして、それは皆さん、礼拝なんですね。それは私たちの体で覚えなければ、なかなか覚えられない世界です。今日私たちはこの教会へ来て、体で神様を高く上げていく、そして肉なるものを引き下げていく。皆さん、私たちは土の器です。落ちれば割れる、最も低いもので作られている。でもこの土の器の中に宝を持っている。
だからこれらが人間です。私たちは土の器です。だから自己否定する必要ないんですね。この器の中にイエス・キリストを持っている。皆さん、このことを喜ぶ人はアーメンと言ってください。アーメン。皆さん、この礼拝を通して私たちが最高に素晴らしい一週間を、毎日を、そして信仰者として成長できる。皆さん、クリスチャンとしてどうやって成長するんでしょうか。それは毎週教会に集って、しっかりとそこで神を礼拝する、崇めていく、高めていく、そして神の声を聞く、神の声を刻んでいく、神と共に歩んでいく、この神との交わりが実はクリスチャンとして成長する秘訣なのです。ですから礼拝っていうのは最も大切なんですね。インターネットで礼拝すればいい、もちろんそれをしないよりかもいいわけです。そして今インターネットで礼拝されている方に、あんまり言ってしまうとですね、それは、気分悪くされてしまうので、でも、しないよりいいですけれど、でも教会に来て集まって一緒に礼拝するっていうのが最高なんですね。今日はこの神様を礼拝する中で、神様が私たちに語るそのメッセージは、幸せな人生の秘訣です。一回の人生、どうせならば幸せに、一回の人生、どうせならば、いい人生だったな、そういう満足のいく人生を生きれたらいいなと、そう願いますよね。今日は聖書を通して2つのポイントから、その秘訣を学びたいと思います。まず第一は、聖書の言葉を心に留めて口ずさむということ。2番目、神と共に歩むこと。単純な2つのポイントですが、その2つのポイントから私たちが幸せな人生をどうやったらいけるんだろうか、その秘訣を学びたいと思います。第1番目、聖書の言葉を心に留め口ずさむ。今日のこの聖書の箇所はですね、箴言3章の1節から12節、この聖書の箇所、今は読みませんけれど、部分的に読みながらメッセージを進めていきたいと思います。この神の言葉を心に留めなさい。聖書はですね、私たちに繰り返しそう語ります。原文のヘブル語でこの神の言葉というのはトーラーという言葉です。トーラー、日本語にですね、空の巻っていう言葉がありますよね。何かこう秘伝、秘術を、授かる、そういうこう巻物。実はこれはですね、トーラーのスクロール、トーラーの巻物から日本の虎の巻というのがどうやら来てるらしい。ということは、日本人の私たちもこのトーラーの巻物、今は聖書ですけど、これを聞くべきであるということですね。小さな意味ではですね、モーセ5章、小さな意味ではモーセの10回、もうちょっと大きい意味では、この、モーセ5章です。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。ユダヤ人たちはですね、このトーラー、この聖書の言葉にものすごく忠実です。一言一句間違えないぐらいに語ることができるんですね。皆さんの中にそんな人いますか。この聖書をですね、全部読める、全部覚えてる、ユダヤ人ってそれほどまでに聖書を大切にするんですね。例えばですね、聖書に、この、画鋲を刺したとします。そして、その画鋲が刺さった、58ページ目には何の文字が来ているかというところぐらいまで、分かるぐらい、もうこの聖書の厳格なんですね。大切にしてるんです。ただ私たちもその聖書の言葉を大切にし、そしてその言葉を口ずさむ、これが聖書が教える幸せの秘訣です。詩編一編二節には、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のような、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。皆さん、何をしても栄える人、その生き方の秘訣は何か。それは主の教えを喜び、その教えを口ずさむってことです。私は救われている、この世の中では悩みになる、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私はあなたを離れて孤児とはしない。私の目にはあなたは高価でたっぷり。大丈夫だよ。大切だよ。
皆さん、神の言葉を皆さんの口で語ってください。まあ、皆さんの口では何を語ってますか？結構否定的な、結構マイナスの言葉ばっかり語ってないでしょうか？皆さん、その口が語る言葉が皆さんの人生となってしまいます。箴言にはこういう言葉があります。皆さんの語る言葉が皆さんの人生で実を結ぶ。マイナスの言葉を語れば死と呪いと滅びを買い取る。しかし、前向きで積極的で豊かな言葉を語る人は豊かな実を結ぶ。皆さん、口の言葉って大切なんですね。皆さんが何を語るか、どうぞ願わくはこの聖書の言葉をしっかりと愛して喜んで、これを語る皆さんとなりますように祝福いたします。ヤコブ書というところにはですね、ヤコブというのは、イエス様の弟子のヤコブではなくて、実の弟のヤコブ、この人が語った言葉の中に、この舌、口というのは、舌というのは、船の舵取りのようなものだ。あの大きな船のあの舵を見てごらんなさい。小さな小さなあの舵なんだけれど、その右へ行ったり左へ行ったりすることで船の方向を変えてしまうじゃないか。同じように私たちの口は小さな、舌は小さな器官だけれど、私たちの人生、生き方を大きく変えてしまうんだよ。だから語る言葉に気をつけなさいってこう言われました。皆さんの口、何を語ってるでしょうか？テレビを見るとですね、90何%はですね、否定的なニュースです。まあ、今日ですね、元自民党の衆議院議員の浜子さんがですね、まあ、亡くなった。まあ、これはですね、その事実ですから、そのまんまですけれど、事故があった、家族がですね、地図を見るたびに車を横につけたら、後ろからトラックが突っ込んで、そして、意識不明、亡くなる。高速道路で追い越し車線を走ってたらですね、車がパンクで止まった、それに追突してですね、炎上、5、6人が亡くなった。もうそういう事故が多い。海へ行けばですね、水難事故で溺れて死んだ。誰々が人を殺した、取った、取られた。皆さん、こういうテレビのニュースを見てるとですね、否定的になります。皆さん、意外とですね、私たちの考えはそういう影響を受けているんです。でも、どうやったら考えを肯定的に向けているんでしょうか？言葉なんです。私たちが肯定的な神の言葉を語ると、私たちの考えがだんだん変わってきます。大丈夫なんだ。素晴らしいんだ。望みがあるんだ。皆さん、そういう言葉を語るときに考えが変わってくる。で、考えが変わってくるとですね、イエス様はこう言われるんですね。あなたの信じた通り、あなたになれ。皆さん、考え方ってそれほど大切なんですよ。あなたの信仰があなたを救った。皆さん、どうぞ、否定的な考えは、否定的な状況を引き寄せます。でも、肯定的な状況は、言葉は考えば、肯定的な状況を引き寄せます。どうやったら肯定的にできるか、皆さん、それは口の言葉なんです。皆さん、どうぞ、感情のままに喋るんじゃなくて、聖書の言葉を語る皆さんとなるように祝福いたします。イエス様はこう言いました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。パンは必要です。ご飯は必要です。食事は必要です。でもそれだけじゃない。心のご飯が必要なんだ。心のご飯が聖書の言葉だ。皆さん、神の言葉を食べてください。心のご飯です。心が寂しい、その時にですね、何か他のものを求めるんじゃなくて、神の言葉というご飯を食べる。不安だ、心配だ、怖い、そういう時に神の言葉を食べて大丈夫だ。皆さん、心のご飯である神の言葉を食べる皆さんとなりを祝福いたします。そして皆さんの考えが変わったら、その考えに従ってその祝福がやってくる。詩篇の一編はですね、主の言葉を喜んで口ずさむ人は水路のそばに座った木のようだ。何をしても栄えるって言うんですね。ちょっとイメージしてみてください。水路のそばに座った木、そこにはね、根がしっかりと水路の
中に入ってますので、いつでも水を汲み上げられる。太陽もやってくる、肥料もある。だからいつも豊かな、枯れない、成長していく。私たちもですね、どういう状況になったとしても、晴れの日もある、曇りの日もある、雨の日もある、つまりそれは辛いこともある、もうどうしようもない、苦しいこともある、うまくいかないこともある。皆さん、信仰の生活にはですね、夜があるとともに朝があるとともに夜があるんです。また夜が来るんです。夜というのは大変な辛い暗い状況です。朝が来たらまた夜が来る、また朝が来るけどまた夜が来る。じゃあその夜の時にどうしたらいいか。神の言葉を口ずさむなら、夜であっても逆境であっても試練の中であっても、私たちは幸せでいられる、大丈夫な人生を生きることができる、そして豊かな身を結ぶことができる。皆さん、これは大切なことです。聖書の言葉を毎日読んでください。そしてその言葉を口ずさんで、その言葉をいつも皆さんの口から語ってください。もちろんですね、生活してて、いつでも聖書の言葉ばっかり言ってるわけじゃないですね。でも聖書の言葉の命を持った肯定的な言葉を語る。今日はいい日だ、今日も仕事は成功する、今日も幸せだ、今日も祝福されている、今日も幸せだ、私は喜んでいる。だからそういう言葉を皆さんの口に語らせてください。簡単なんですよ、否定的な言葉を語る方が。でも皆さん、それは滅びと呪いと私たちを破滅に追い込んでしまうと思います。皆さん、どうぞ皆さんの口から否定的な言葉を取り除く。皆さんの前のように祝福いたします。そして神の言葉を口ずさんでください。それをですね、どうやって切り替えるか、これは礼拝です。一週間惰性で歩んでしまっても、またここへ来てですね、ああそうだった、肯定的な、大丈夫なんだ、いいことが起こるんだ、そういう言葉をですね、皆さんもう一度語る、その転換点となるように礼拝は大切です。皆さん、どうぞ毎週この場所に来て共に礼拝してください。そして皆さん、その言葉を語るならば、水路のそばに植わった木のように何をしても栄える。皆さんとなることをイエス様の皆で祝福いたします。アメン。第2番目、幸せな人生の秘訣、第2番目は神と共に歩むということです。口ずさむだけではなくて、神と共に歩む。箴言の今日の3章の3節を見てみると、恵みと誠を捨ててはならないというふうに書いてあります。恵みと誠という言葉は、ヨハネの福音書1章14節に出てきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、この方は恵みと誠で満ちていた。恵みと誠っていうのはですね、イエス・キリストのことです。イエス・キリストを捨ててはならない、つまりイエス・キリストといつも一緒に歩みなさい、イエス・キリストと片時も離れないで歩みなさい、そういう意味です。最近ですね、このいじめというものがありますけれど、ストーカーっていうのがあるんですね。男性が女性に、女性が男性に、ある場合は男性が男性にっていう場合もありますけど、自分が好きだとですね、向こうも好きだと、思い込んでしまってですね、相手が嫌だって言っても追いかけてしまう。で、相手が訴えるとですね、犯罪になってしまう。ストーカーは一般的にマイナスのイメージがありますね。でもイエス様へのストーカーは大丈夫です。嫌がりません。どうぞいつでもイエス様を追いかけて、あなただけです、あなたが必要です、どこまでも追いかけて、そしてイエス様から離れない、いつもくっついている、いつもイエス様と一緒にいる、いつもイエス様から離れない、つながっている、これがですね、神と共に歩む生き方です。イエス様はこう言いました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の側ではいつも共にいます。でも私たちの方がイエス様を退けてしまうということが多いのです。
皆さんどうぞいつもイエス様を追い求めて、いつもイエス様をくっついて、そしてイエス様を追い求めていく、皆さんこれが神と共に歩むことです。では具体的に今日の聖書の箇所から神と共に歩むことをどうやって教えているでしょうか。8つのポイントからお話します。まず第一に、神と共に歩むことは3節、それをあなたの首に結びなさいと書いてあります。首に結ぶ、私は今ネクタイをしていますけれど、ネクタイの首に結んでますね。まあ、ある人はですね、ネックレスをしているかもしれません。肌身離さず首に結びなさいというのは、イエス様を首に結ぶようにいつも肌身離さないということです。まあ、寝るときは外すとかですね、そういうこともあるかもしれませんけど、いつもイエス様を首に結ぶ、これが聖書が教えることです。それほどまでに身近です。大切なものっていうのは肌につけて、そばにいつも置きたい。イエス様をそのようにしてください。2番目、あなたの心の板に書き記しなさい。旧約聖書の時代、モーセは山の上で神様が石の板に書いた実戒をいただきました。神は唯一です。偶像を拝んではいけない。神様は昔石の板に刻まれました。でも今は私たちの心の板に神の言葉を刻みます。皆さんどうぞ、私は愛されている、私は許されている、私は孤独じゃない、イエスがいつも共にいる、私の病気は癒された、私は勝利者だ、私は豊かだ、アブラハムの祝福を受けている、何をしても栄える。皆さんその神の言葉を心の板に書いてもらってください。皆さんに書きつけてください。聖書はこう言います。あなたの心の板に書き記せ。これがですね、聖書です。見える聖書です。生きる聖書です。本の聖書もありますけど、あなたの心に書いた、自分も見れるし人も見れるような心の板の聖書も必要です。どうぞ心の板に刻んでください。決して消えないように、私は救われている、天国へ行ける、私は幸せだ、それをしっかりと書いてください。これがですね、神と共にいる秘訣です。3番目、心を尽くして主により頼める。命をかけて最大限神を信頼せよということです。アメリカとカナダの国境には、ナイアガラの滝というのがあります。そこにですね、綱渡り師がロープを張って、最近もですね、まあ、ネットを張って、綱渡りをしたという、そういう、出来事がありますけども、だいぶ昔の話です。この綱渡り師がですね、この滝壺のところにですね、ロープを張って、そして行って帰ってくる、もう大拍手ですね。人が集まって、すごい、皆さん私はもう一回行って帰ってくることができると思いますかって言ったらですね、そうだそうだできると思うってこう言うんでですね、じゃあ私の背中に乗りたい人いますかってこう言ったんですね。そしたら、いやみんなもう、いやちょっと私はいいです、まだ死にたくないです。まあ、そこでですね、一人の小さなお坊ちゃんがですね、はい私を乗せてください。もう猿のようにひょっとこうですね、飛び乗って、そして行って帰ってきました。まあ、帰ってきた時にですね、わあ、冷や汗だらだら、見てる方もですね、大変だった。で、インタビュアーが聞いてみたんですね、お坊ちゃん怖くなかったの？全然怖くなかったよ。だって、あの人、僕のお父さんだもん、ってこういうふうにですね、言いました。この子はですね、お父さんを信じて、信頼して、命を預けていました。皆さん、私たちは、そのような信頼をイエス様に置いて、イエス様に委ねて、皆さん、この世の中をイエス様の背中に乗って、時にはですね、綱渡りでロープを渡るような、そういう試練や、シリアスな、サスペンス的な、そういう瞬間もあるでしょう。でも、ガリラヤ湖の、
その上を歩くようなそういう出来事もあるかもしれません。でも私たちはイエス様に信頼して主を委ねて、そしてこの世の中を歩んでいく。皆さん、これがイエス様と共に歩むことです。大丈夫かな、ガラ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 。イエス様と言っても目に見えないしな、触ることもできないし聞くこともできない。大丈夫かな。でも私は信頼します。あなたに委ねます。あなたに頼ります。皆さん、そのように、私たちは歩んでいくのです。皆さん、どうぞこの方一本で、この方だけを頼っていく。そしたら大丈夫です。4つ目、5節後半に自分の悟りに頼るなと言っています。7節には自分の知恵あるものと思うなと言っています。私たち人間は年を取れば取るほどだんだんと自分の考えが固まってきて、自分の考えが絶対になってしまいます。でも信仰というのはその考えを固執しない、その考えを別に否定する必要はないんだけれど、イエス様の言葉が違うことを言ったら、私は不安でもイエス様が大丈夫だと言ったら、思い切ってその悟りを捨てて、イエス様の言葉を信じる、そういう大胆さが必要です。皆さん、打ち破る必要があります。自分の殻から出る必要があります。そしてイエス様にドーンと委ねていく。井戸の中の蛙から今日取り出して、イエス様の言葉、イエスご自身に飛び込む、そのような私たちは歩みをさせていただきたいと思います。はい。第5番目、7節後半見ると、死を恐れて悪から離れようとなります。人はどうやったら不正や悪や罪から離れることができるでしょうか。人が見ていなければいいだろう、人にバレなければ一度だけ、今回が最後だからというですね、思いは私たちは神を意識してないんですね。主を恐れる、主は全部を見ておられる。だからこの方を恐れることによって、悪や不正や間違い、罪から避けていかなければいけない。どうぞ、私たちの人生はこのお方が24時間いつも一緒にいます。このお方を恐れて、そして私たちはですね、正しい、このお方が喜ぶ、このお方が願う、そういう言い方をしていきましょう。これが主を恐れることです。主と共に生きること、時には主がいない方がいいかな。皆さん、それでも主がおられます。6番目、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主を認めるって、ここにもおられる。否定的な状況、原発がまた再稼働する、政治が経済が混沌としても、ここにも主がおられる。この国に主がおられる。悲惨なことがたくさんある、でも主を認めていく、これが大切です。だから主は全部を支配してますよ。第7番目、あなたの財産と全ての収穫の初物で主を崇めようとあります。収穫の初物、それは収入を得たら、何か働きのから収穫を得た場合、10分の1をまず取り分けて神様に捧げていく。マラキ3章10節、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようとあります。8番目、我が子よ、死の懲らしめをないがしろにするなとあります。皆さん、神様は私たちを叱ったり訓練したり戒めることがあります。でもその時にですね、ああ、神様の罰が当たったかな、神様は私を嫌いなのかな、皆さんそう思わないでください。愛されてると思ってください。試練があるとき、無知があるときも、皆さん、親がいない子供は訓練を受けられません。でも天のお父様は、あなたがより良い生き方、成功した幸せな人になってもらいたい、
素晴らしいクリスチャンになってもらいたい、幸福な人生を生きてほしい。だから訓練を与えます。皆さん、主の訓練を軽んじないでください。ヘブル12章11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われますが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますとあります。皆さん、これが8つのポイントを語りましたけど、駆け足でしたけれど、私たちが神と共に歩むことです。皆さん、今日2つ学びました。第1番目は神の言葉を語ること、2番目、神と共に歩むこと。難しいことではありませんけれど、でも奥が深いです。私たち、どうぞ1週間のこのサンデークリスチャン、日曜日だけじゃなくて1週間、7日間、365日、口ずさむ神の言葉を、そして神と共に歩む、そういう生き方を私たち今日決断しようじゃないでしょうか。それが皆さんの人生を祝福し、いい人生だったら悔いのない、後悔のない、幸せな豊かな人生を歩みます。そして皆さん、その皆さんが豊かになって幸せになったなら、今度は他の誰かを幸せにする、イエス様の愛を持って人を救っていく、そういう証人、伝道者となるのです。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちの人生幸せにしようとしてくださる神様の愛を心から感謝いたします。どうぞ私たちを導いてください。イエス様の皆で祈ります。アメン。またしばらく一緒に祈ってください。メッセージを応答して、私たち神の言葉を口ずさむ、そして神と共に歩むその人生を今決断いたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたのことは何をしても栄える、そういう力あるものです。神様、ありがとうございます。生きておられる神様、ありがとうございます。あなたを信じます。あなたを頼ります。どうぞ一人一人が神の礼拝する中で神を高くし、そして私たち自身を低くし、へりくだり、またイエス様を高くし、褒めたたえ、私たち自身をへりくだらせ、神様を賛美し、神の名を高く皆を掲げ、そしてまた私たちは膝をかがめて祈ります。憐れんでください神様。私たちがどうぞ口が肯定的な、積極的な、豊かな言葉を語るように、神の言葉をいつも私たちに与えなさい。私の言葉、口がそれを語るように、そして神様、いつも神と共に歩むことができるように。簡単なことのようですけれど、それは私たちが一瞬一瞬選んでいることです。私たちの心が神から離れた人生よりも神と共にいることがどれだけ幸せかということが分かっていたら、それを選ぶはずです。肉の人は罪の方が快楽であり楽しいと思いますけど、霊の人は、生まれ変わった私たちの命は神が必要だ、古い人は罪の方が楽しい、でもどうぞ神様、この古い人を十字架につけて、私たちの生まれ変わったこの命がいつも神を求め、神と共に歩む、そのような歩みの今週も、またこれからもさせてくださいますように、天のお父様、お願いいたします。交通事故が多く起きております。どうぞ私たち守ってください。暑い日が続きます。熱中症から守ってください。海やプールやそのような水のところに行くときに、どうぞ水難事故から守ってください。また犯罪から守ってください。さまざまな危険から守ってください。また誘惑、罪から私たちを守ってください。幸せな一週間であるように、またあなたを連動しながら、自分が幸せであるだけではなくて、周りの人も幸せにしていくことができる人として、私たちを祝福してくださいますように祈ります。神様、お願いいたします。生きておられる神様、ありがとうございます。あなたを賛美し、あなたをお礼拝します。あなたを賛美し、あなたをお礼拝します。神様、どうぞこの国を導いてください。この国を救ってください。そのために私たちの教会、私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたへの礼拝、また御言葉への応答、そしてこれから捧げ物をいたします。これを祝福してください。あなたへの祈りを捧げます。あなたへの賛美を捧げます。
私たちの下に送るような礼拝をどうぞお受け止めください。神様、空っぽになった私たちにあなたの恵みでいらしてください。神様、一週間スタートします。どうぞ今週も私たちのビジネス、私たちの仕事、私たちの家庭生活、人間関係、地域での、活動、あらゆるところに信仰生活、あらゆるところに神様の祝福と導きがありますように心からお願いいたします。アレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。祈ったことがすでに叶えられたと信じ感謝します。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。どうぞ神様に感謝の拍手を伝えたいと思います。祈りを応えてくださる神様、感謝します。アレルヤ。皆さん立ち上がってくださって一緒に賛美を歌いましょう。そして賛美をしながら献金を捧げていきたいと思います。431番の賛美を歌いたいと思います。聞けた悩める人々、イエス・キリストの御名で感謝してお祈りいたします。アメン。
続きまして聖餐式を執り行います、聖餐式は私たちが神様の愛の中で今生かされていることを自覚する、思い起こす儀式です。プロテスタントの教会の中心は神の言葉を語る、それを聞く、そういう中心点を持っておりますけれど、私はこれと同等に聖餐式は大切な儀式だと思っております。礼拝というのは先ほども言いました、神様だけを高くすること、そして神様以外のものすべてを低くすること、引き下げること、そして神様だけを高くすること、こういう時間なんですね。私たち世の中は神様を低くして人を高めたり、実績ある人を高めたり、お金のある人を高めたり、人気のある人を高めたり、これ人気のある歌手のことアイドルって言いますね。アイドルは日本語で、偶像です。もちろん素晴らしいんです、人は神が作ったから。でも神様を高め、人は膝をかがめ低くなる。その時にですね、神様が私たちを引き上げてくださるんですね。自分で自分を高くしなくても、イエス様はこう言いました、自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高く上げられる。イエス様礼拝の中で私たちが徹底してイエス様だけ、そして私は土の器です。でもこの土の器に宝を持って、私たちは土の器です。落ちれば割れる脆い存在、傷つきやすい存在、でもその土の中にイエス様を持っている。皆さんそうするとですね、イエス様が入った器ですから価値になるんです。単なる土の器ではありません、最高の宝を入れた、でも器としては土です。でもこれが聖書が教えるものです。私たち今日低い存在じゃない、父ですけれどイエス様を持って愛されている、大切にされている、この私を救うためにイエスの命が捧げられた、十字架にかかり死んで墓に葬られ、3日目によみがえり、イエスは今も神の右におられ、今も生きて私たちともに生まれる、どこにイエスはおられる、私の中に。皆さん聖餐式を食べるときに、あ、イエス様は十字架で死んで肉を裂いて、あ、血を流したんだ、そのお方が今ここに私の心におられる、そのことを思い起こして感謝する時となりますように、祝福いたします。祈ります。天のお父様、この晩と同時ジュースを祝福してください。聖餐式、イエス様の愛、十字架の許し、恵み、契約、あなたからの完全な救いを思い起こす、しっかりと意識する、そのような時間となりますし、キリストイエスの名で感謝してお祈りいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こうやりました、取って食べなさい、これは私の体です。イエスキリストは神であられたのに、神であることに固執しないで人間の姿を取ってこの地を生きてくれました。友なりです、慈しみ深き友なりです。この方を感謝を持っていただきたいと思います。続いてブドウジュースをお伝えいたします。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。イエス様に感謝したいと思います。そしていただきましょう。お祈りいたします。命令会での父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてください。感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと
永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた住まいものとして見られつされます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名により感謝してお祈りいたします。アメン。問題のある方は胸に手を置いてください。また病のある方はその病のある場所に手を置いてください。お祈りしていきましょう。主の愛が今あなたに包む打たれた日主の癒される主の愛が破られた、病は癒された、呪いは打ち砕かれた。天のお父様、ありがとうございます。何をしても栄える牛取り牛取りを祝福してください。今巨大姉妹の思いの中から悪魔を出て行け、イエスキリストの皆の権威を持って命じます。そして聖霊で出してください。神の言葉でお話しさせてください。御言葉と聖霊で充満にさせてください。このイエスの名によって私たちが祝福され聖霊に満たされるように、天のお父様お願いいたします。神様どうぞあなたの祝福の中に置いてください。あなたの祝福の中に、あなたの祝福の中に置いてください。あなたの祝福の中に神様の人生、この一週間の間に祝福してください。健康を与え支え、あなたが何をしても栄えるようにしてください。ハレルヤ。天のお父様ありがとうございます。皆さんの目にあなたの祝福が豊かにありますように。今週の仕事、ビジネス、人間関係、何をしても栄えるように聖霊に満たしてください。御言葉で満たしてください。そしてあなたの祝福が豊かでありますようにお願いいたします。天のお父様ありがとうございます。御言葉と聖霊充満にしてください。御言葉と聖霊充満にしてください。何をしても栄えるように祝福してください。ハレルヤ。天のお父様ありがとうございます。今週もあなたを信頼します。日本の国の政府を、皇室を、また国家公務員、地方公務員を、教育者たちを、またあらゆる、経営者リーダーたちを、弱さを持っている方々、お父さんお母さん子供、またおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃん、この国に住む全ての人たち、外国人、神様ホームレス、ヤクザ、どんな人でも救われなければいけません。神様イエスの御名によって神様聖霊に満たされて私たちがその人のところに届くように、あなたを
探し求め、あなたに救われたいと願い、祈っている人のところに今週、私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。イエス様ありがとうございます。祈ったことが既に叶えられたと信じ、感謝し、イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アレン、主は素晴らしい。主は素晴らしい。主は素晴らしい。Thank you.
Thank you.
します。青峰ヶ枠は我らの救い主主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが集いました会衆一同ともに、そのご家族親族一同の上に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝した方々ともに、今はもちろん余裕限りなくあらんことアレン。愛するイエス様に感謝の拍手を一緒に捧げたいと思います。アレリアーアレン。ありがとうございました。イエス様も喜んでおられます。そして私たちも勝利した1週間を歩みますように祝福いたします。時々